皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県立沼津工業高校の個別相談会、それと学校公開、このお知らせをします。対象は中学生と中学生の保護者となっていて、これ事前の申し込みは必要ありません。自由に学校に来て見学してくださいと、相談してください、こういうことです。まず学校説明と個別相談会、令和4年の11月12日の土曜日、午前中に行う、このようになっています。具体的な、時間、これまだ公表されていないので、まず午前中に行う、で、これしか分かっていません。それから学校公開、これ私にとってのオープンスクールといって、授業やなんかを見学するやつですよね。この学校公開、令和4年の11月19日の土曜日に行われます。これ普通授業ね、机に向かって勉強している様子、それや実習、これを自由見学することができます。工業高校ですから、機械を使っていろんなものを作っているとか、そういうところを見ることができるんですね。時間割は1次元目、これが8時50分から9時40分、2次元目が9時50分から10時40分、3次元目が10時50分から11時40分、それから部活見学、これもできます。部活見学は12時から12時50分、このような時間になっていて、また個別相談、これも受け付けています。個別相談の時間は11時40分から12時30分になっています。県立の沼津工業高校、どんな学校かな、知りたいと、受けてみようかな、こう考えている人はぜひ、この相談会、学校公開、参加してみてはいかがでしょうか。今日は沼津工業高校の個別相談会、学校公開のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。